はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マーベルスナップ動画撮っていこうと思います。ということで、ね、行きましょう。さあ、行こう。まずは、フィールドね、チェックしましょう。ロケーションを、お、ネガティブゾーン。このロケーションのカードのパワーをマイナス3する。なんという。そうするとね、そこに、パワー3以下のカードを出すと、むしろマイナスだけが残って逆に負けちゃうんじゃないかということで、ね、そこにはなかなかカード出せないね。さあ、2個目は、シャドーランド。パワーマイナス2の忍者をそれぞれの場に出すと。まあ、とりあえず、メデューサ真ん中出しましょうか。相手はセンチネル。センチネルでセンチネル補充する。手札尽きないパターンだね。さあ、最後のロケーションは、オンスロットシタデル。これは、ロケーションの永続効果2倍。アイアンマン。アイアンマン来てくれ。ミスターファンタスティック真ん中に出せば、ネガティブゾーンがプラス2になるので、なかなか良いかなという感じですね。まあ、永続効果2倍なので、まあ、ファンタスティックね、右出しもありかなとは思ったんですが、ネガティブゾーンをね、少しスコア持っておいた方がいいかな、パワー持っておいた方がいいかなということでね、こうしてみましたと。相手は連続センチネル。ほい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 。真ん中ね、埋まっちゃうとそれはそれで困るので、そうだね。ああ、でもどうだ、ウルフスベーンで埋め、いやー。まあ、3枚出てるから、6アップ11点になるのか、全部で。いや、それだとでもちょっと、わかんないもんね。こっちに2枚出しますか。ちょっと永続効果関係なく埋めちゃうっていうのもなんかいまいちなんだけど、ネガティブゾーンに出しにくいからね、しょうがないかな。あ、出す順番間違えてる。そうか。発動順出した順になるのか。ちょっとそこを意識したことがなかった。今まで。失敗してる。はあ、なるほど、なるほど。あー、永続効果2倍だから、こっちにこれ出しておくのもありだな、これ。状況的には。あー、でもどうだ？ホワイトタイガー、うわー。あー、でも、そうか、これでやめとこうか。で、最後のターンに、パワー7のホワイトタイガーは真ん中に出るように、右に、あーでもそれやるとな、ゼロになっちゃうから負けちゃうか？どうだ？初登場、ブルーマーベル、永続、自分の他のカードのパワープラス1する。あーそれ強い！永続効果2倍でしょ？あ、これ勝てない。これ勝てないね。そっか、いや、これホワイトタイガー出してエンドするしかないんだけど、トラが出てどうだ。あ、撤退した。マジで？あ、ラッキー。これあれか、ネガティブゾーンに出して勝てる札がなかったってことか。まあまあまあ、勝てたならよしとしましょう。そしてミスターファンタスティックがフレームブレイク、クオリティアップ、アンコモン、オッケー。ほい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 。さあ、もう一戦行ってみましょうか。行きます。あれだね、なんかカード出す順番もね、
重要になってくる感じだから、そこ気をつけようか。お、またネガティブゾーンだね。嫌だね。まあ、クイックシルバーを、右に出しておきましょう。そう、このウルフスベーンね、出す順番、同じターンに2枚出すときは、後から出さないとダメだねっていうことで、そこはね、今後は注意していきたい。さあ、そして真ん中のフィールドはアティラン。ターン3終了後に自分の手札をデッキに混ぜてシャッフル、その後カードを3枚引く。なるほど。そしたらね、スターロードの方を出そうか。スターロード出して、終了。で、3ターン目にミスターファンタスティックを真ん中に出して、おー、3ターン目にミスターファンタスティック真ん中に出して残りのカードシャッフルしちゃいましょうか。結局ね、センチネルでセンチネル引いてもそれ戻してシャッフルってことになっちゃうから、あんま意味ないでしょうということで、ね、この感じでいきましょう。さあ、ネガティブゾーンをね、カード出さずにプラス2できるのは結構いいよね。あ、っていうか最後の効果見てなかった。クローンバイオタンク、このロケーションにカードをプレイしたとき、手札にそのカードのコピーを1枚加える。あー、なるほど。そういうこと。そしたらさ、クローンバイオタンクにセンチネル出すと、センチネルのコピーが返ってきて、センチネルの効果でセンチネルが返ってくるという、そういうことが起きるってことだよね。まあ別にやらないんだけど。まあ、2コストが1枚しかないから、そうか、センチネル出したところでって感じだね。パニッシャー出しとこうか。パニッシャーを右に出して一旦ここは終了しましょう。さあ、パニッシャー相手の場に2枚いるので、4パワー4になる。さあ、相手もミスターファンタスティック持ってる。互角だね。さあ、5ターン目どうしましょう。8、あー、アイアンマン培養して16点、16点の14点にする、次のターンで。いや、あー違うな。こうかな。こうしてこうの方がいい気がする。さあ、一気に相手ネガティブゾーンに3枚。あ、効果書き換えるやつ、カマルタージになった。マジか。うわあ、これ一気にやられた。そうか、そうか。効果書き換えるやつね。はい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 。うわ、ラストだ。どうしよう。左はもう勝てないから、真ん中と右勝ち切るしかないね。真ん中と右勝ち切るしかない。6コスト。ウルフスベーンとパニッシャー出すしかないね、これは。どっちをどっちに出す？2、3が6点、7点、7点加えるのと、相手の場にどれぐらいカードが出るかだよな。3枚、5点、4枚。ね。これか？逆のがいいのかもしんないけど。まあ、これでいこう。右になんか2枚出してきそうな気が、あー、違った。真ん中補強のが正解だったか。パニッシャー真ん中のが良かったのか？そうなると。さあ、アティランが逆転するかどうか。あ、しないんじゃない？あ、いや、わかんない。うん？あ、大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。危ねー。
はい、なんとかね今回は2連勝できたかな。よしよし。はい、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。